日学文字の戦争、長毛量碑は中国の南北朝時代、北朝の北儀で、正光三年に彫られた地元管理の検証碑。陸朝時代の北朝独特の解書、陸朝解書の書籍として知られる。原石は、現在も山東省極府の穴病内に保存されている。被1930年以前検証者である、長毛量は生死に記録がないが、碑文によれば、 地を神と言い,い、南洋軍の白水出身である、東く阿州にまで遡る氏族の出という、炎症年間に乗り友を受け、広志平年間に露軍の大使となった。非常に人情に厚く家族愛のある人であったようで、会位につく前、貧しかった頃にあっても、父母のために親孝行をし、27歳の時に父を、39歳の時に母を亡くした際には、 大変に悲しんだと言われている。後にカニに登った際もその性格は変わらず、民衆に温かく接し、特事を実行したという。この、猛領の前世を称えようと軍の管理らが4年かけて、秘分を練り、検秘したのが、この、超猛領費である。秘分高本望等秘分は、会所で1行46時、全26行である。極めて痛みが激しく、 日自体の上部に斜めに、ひびが走っているほか、下半分はボロボロに剥落しており、場所によっては十字以上連続で読めない箇所もある。日学には、議論軍大手バリフ君清志将の日と、会所で記されている。内容はまず、長子が、いかに古い家系であるかを系譜によって強調した後、毛量の人柄に対する惨事を記し、長子と毛量を称える因文を持って終わる。局府が、 講師の出身地であることもあってか、講師や受教思想に基づく言葉が多く見られるのが特徴である。諸風は、いわゆる陸長楷書で、放筆と呼ばれる、角張った鬱筆法によって、力強く鋭い顔を描き、有根、豪気朴突な印象を与える、北朝独特の書体である。この石踏みの諸風はやや,や、右肩上がりではあるが、ごく自然に力強い筆勢を持って、 大胆に筆を走らせながら、巧みに緊密を保っている。なお、人弁の字が、行人弁になるなど、特徴的な遺体屋座、俗字が多く、初心者が学ぶには向かない石文みであると言われる。この石文みは、信代に初めて知られることの多い北旗の中では珍しく、すでに北宗の時代に知られていた。ただし現存する拓本は秋葉が最古であり、それ以降信代に交渉学が起こるに至って、 数々の拓本が取られるようになった。ただし、古くから拓本が取られていたこともあって、拓本の新旧によって文字数に差があり、一般的には10行目の東温夏、清の四字が欠けているか否かで判断する。研究は、拓本の新旧に関する研究と処方に関する研究が並行して行われており、処方に関しては、法精神、高ウイラが絶賛。 高砂が日などと並んで北悲を代表する名品として知られるようになった。文字に欠損が多いが、陸長会所の代表書籍として臨書される。ありがとうございます。